こんにちは。マッピーホトのエリナです。今日は photoshop でよく出てくるラスタライズについてシェアしていこうと思います。以前、スマートオブジェクトについて動画をアップしていますが、スマートオブジェクトの反対と言ってもいいのがラスタライズですで。今回はラスタライズについて大きく分けて2つのことを見ていきます。1つ目がラスタライズとは何か、そして2つ目がラスタライズの使い道です。 でこのチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしていますフォトショップを基礎から学べる本の独学フォトショップも出しているのでぜひそちらもチェックしてみてくださいではフォトショップでやっていこうと思います一つ目のラスタライズとは何かを見ていきますラスタライズを一言でパッと言ってしまうと編集ができるデータが小さいものという感じです ラスタライズの反対のスマートオブジェクトの場合写真をスマートオブジェクトにするとその写真自体には編集することはできませんですが写真をラスタライズするとその写真自体に編集することができますではまずラスタライズの基本となる3つのことを見ていきますではそれぞれ見ていきます ではまずラスタライズする方法について見ていきます。でそもそも、Photoshop でまず写真を開いた場合、レイヤーパネルのところを見ると、背景レイヤーとして表示されて、これはラスタライズされた写真として表示されます。ですが、2枚目以降、写真を Photoshop にクリックしてドラッグして入れて、そして Enter を押した場合、 デフォルトで自動でスマートオブジェクトとして、Photoshop、に取り込むことができますでちなみにスマートオブジェクトとラスタライズを見分ける方法はラスタライズの場合写真の右下には何も表示されないのですがスマートオブジェクトの場合写真の右下にこのようにスマートオブジェクトのマークが入るのでこれでラスタライズされた写真かスマートオブジェクトの写真か見分けることができます。 でこちらの入れたスマートオブジェクトの写真をラスタライズするにはまずラスタライズしたい写真のレイヤーをクリックしますそして右クリックしますそうするとレイヤーをラスタライズと出てくるのでこちらをクリックしますそうすると先ほどあったスマートオブジェクトのマークがなくなってスマートオブジェクトからラスタライズされた写真に変わります このようにして2枚目以降の写真は最初からスマートオブジェクトになっているのでラスタライズしたい場合はこのようにラスタライズしてみてくださいでは次にラスタライズのメリットについて見ていきますでラスタライズのメリットはざっくり2つありますラスタライズした写真自体に編集ができるそしてデータが小さいという2つですではそれぞれ見ていきます まずラスラスタイズにするメリット1つ目のラスタライズした写真自体に編集ができるというのを見ていきます。で o t o s h o p では写真自体に直接編集しなくてもレイヤーを右下のプラスマークをクリックして加えてこのレイヤーに編集できるものもありますがその写真自体に編集しなくてはいけないという場合もあります。で例えばツールバーにあるパッチツールなんかは写真自体に編集する必要があります。 ではスマートオブジェクトの時とララススタイズししたたの違いいをそれぞれぞ見ていきまますではまずスマートトオブジェクトにしたレイヤーでパッチツールを使っていこうと思いますではスマートオブジェクトのレイヤーをクリックしてツールバーにあるパッチツールをクリックしますそしてパッチツールではいらないものをまず囲む必要があるので今回はこのエッグベネディクトのお皿の方に飛んでしまった黄身を消していこうと思います では、コントロールプラスまたはコマンドプラスを押してズームしていきます。そしてスペースキーを押しながらクリックしてドラッグしてズームしたまま動かしていきます。では、こちらの黄身を囲んでいきたいので、クリックしてドラッグして消したい黄身を囲んでいきます。そして離します。そしてパッチツールの場合、このままクリックしてドラッグして別のところに置き換えて消すことができるので、このまま囲んだところをクリックしようとします。 そうするとこのようにスマートオブジェクトをラスタライズする必要があるよというふうに出てきます。なのでこちらはスマートオブジェクトではできないということになります。では次にラスタライズした方のレイヤーでやっていきたいのでスマートオブジェクトのレイヤーの目のマークをクリックして非表示にして今度は下のラスタライズされた写真を選びます。そして同じようにパッチツールで消したいものをクリックしてドラッグして囲んでいきます。 そして、置き換えたい場所にクリックしてドラッグして持っていきます。そして離します。そうすると、このようにパッチツールを使って消したいものを消すことができました。では、コントロール d またはコマンド d を押して点線を消していきます。そうするとこのように消えたのがわかります。このようにスマートオブジェクトのレイヤーだと使えないものもラスタライズした写真の場合は使えるというものがパッチツール以外にもブラシツールなどあります。 であとは写真ではなくシェイプも元からスマートオブジェクトになっているのでもしシェイプをこのように書いてそしてこの長方形に例えばではブラシを使いたいとしたとしても自動で別のレイヤーに書かれてしまって直接この長方形のレイヤーには書くことはできませんこれは長方形のレイヤーがスマートオブジェクトになっているからなのでもし長方形に直接書きたいという場合は また右クリックしてレイヤーをラスタライズをクリックしてからブラシツールでこのように書いていくと直接長方形のレイヤーに書くことができますなのでシェイプだったり文字などに直接編集したい場合はそちらもラスタライズする必要がありますでは2つ目のラスタライズするメリットの写真ののデータが小さいといいとうのを見ていきますこちらの写真をスマートオブジェクトにしてカメラローブを使った場合 あと、ラスタライズしてカメラローを使った場合、それぞれで保存してみました。結果の見え方としては何も変わらないのですが、これのデータをそれぞれ見ていきます。まず、スマートオブジェクトの PSD のデータを見ていきます。では、こちらをクリックして、右クリックします。そして、プロパティをクリックします。そうすると、このようにサイズ59.2メガバイトというのがわかります。 次に Rusterize の PSD を見ていきます同じようにプロパティに行きますそうするとこちらは15.0メガバイトなのでスマートオブジェクトの半分以下のサイズなのが分かります見え方はそれぞれ同じなのにスマートオブジェクトの方がデータが大きくなってラスタライズは小さくなるというのが分かります まあこのようにスマートオブジェクトで編集するとデータが大きくなるのでデータをなるべく小さくしたいという場合はラスタライズで編集した方がいいのですがこの後見るラスタライズのデメリットによってはスマートオブジェクトで編集した方がいい場合もありますでは次にラスタライズのデメリットについて見ていきますラスタライズのデメリットも2つありますまず大きさを変えると画質が劣化するそしてやり直しが効かないという2つです ではまずラスタライズすすするるるデメリット1つ目のの大ききさをを変えとと画質が劣化いいうのを見ていきますでまずスマートオブジェクトのレイヤーの大きさを変えていこうと思いますではこちらのスマートオブジェクトにしたレイヤーをクリックしてコントロール T またはコマンド T を押して1回小さくしていきますそしてエンターを押しますそして後からやっぱり大きくしたいという時にまたコントロール T またはコマンド T を押してこのように大きくしていきます そしてエンターを押します。すそうするとこのようにスマートトオブジェクトの場合、大きさをコロコロロ変えたとしても画質が劣化しないのが分かります。では今度はラスタライズした写真で同じようにやっていきます。では目のマークをクリックして一旦非表示にして今度はラスタライズした方のレイヤーを見ていきたいので四角をクリックして目をつけていきます。そしししてて、ララスタイイズしたレイヤーをククリックして 同じようにコントロール T またはコマンド T を押して小さくしていきます。そして一旦エンターを押します。でまたコントロール T またはコマンド T で今度は大きくしていきます。そしてエンターを押します。そうするとこのようにラスタライズした写真は大きさをコロコロ変えるとこのように画質が劣化してしまうのがわかると思います。比べてみるとこちらがスマートオブジェクトで大きさを変えたもの。 そしてこちらがラスタライズして大きさを変えたものですこのように大きさをコロコロ変える場合はスマートオブジェクトを使った方が画質が劣化しないので何度も大きさをコロコロ変える場合はスマートオブジェクトを使う必要がありますではラスタライズするデメリット2つ目のやり直しが効かないというのを見ていきますではまたスマートオブジェクトとラスタライズした写真で比べていこうと思います ではまずスマートオブジェクトの方のレイヤーをクリックしてフィルターを使っていこうと思います。では上のフィルターから、今回はじゃあぼかし、そしてその中にあるぼかしガウスをクリックします。そして好きなボケ感を加えて、そして OK をクリックします。そうするとスマートオブジェクトの場合、スマートオブジェクトのレイヤーの下にスマートフィルター、そしてぼかしガウスというのが表示されます。 でこの下の「ぼかしガウス」と書かれているところをダブルクリックすると先ほどの調整する画面が出てくるのでまた調整し直すことができるようになります。そして「OK」をクリックすればこのように「ぼかし6.0」でやった編集が見れます。では次にラスタライズした写真を同じように編集していこうと思います。では下の「ラスタライズ」した写真をクリックして上の「フィルター」からまた「ぼかし」そして「ぼかしガウス」をクリックします。 そして6.0で一旦 OK をクリックします。でもう一度変えたいと思ってもラスタライズした写真の方の場合、レイヤーの下にはこのようにぼかしガウスなど表示されないので調整し直すことができません。もう一度上のフィルターのぼかし。 そしてぼかしガウスに行ったとしても、さらにまた6.0ピクセル分のぼかしを加えてしまうことになってしまうので、先ほどの調整をし直すことはできなくなります。なので、こちらも後から何度も編集し直すかもしれないという場合は、最初にスマートオブジェクトにしてから編集した方が安心です。では、二つ目のラスタライズの使い道について見ていきます。 ラスタライズの使い道はざっくり3つあります。写真自体に編集する、データを小さくする、そして印刷するときの結合です。ではまず写真自体に編集するというのを見ていきます。でこれはメリットのところでも見たので、さらっとやっていきますが、写真自体に編集したい場合はラスタライズする必要があります。では今回はラスタライズしているときではないと使えない塗りつぶしのコンテンツに応じるを見ていきます。 ではこちらのレイヤーをスマートオブジェクトからラスタライズしていきたいので、レイヤーをクリックして右クリックします。そしてレイヤーをラスタライズをクリックします。そうするとレイヤーをラスタライズすることができたので、こちらのレイヤーをクリックして、そしてツールバーにある投げ縄ツールをクリックします。そして消したいものをクリックしてドラッグして投げ縄ツールで囲んでいきます。 そして最初のところに戻ってきて離すと選択範囲を作ることができるのでこのままシフトを押しながらバックスペースを押しますそして内容がコンテンツに応じるになっているのを確認して「OK」をクリックしますそうするとこのように塗りつぶしのコンテンツに応じるで奥にあったパンを消すことができましたでコントロール D またはコマンド D で点線も消しますそうするとこのようになりました このようにして塗りつぶしのコンテンツに応じるも写真自体に編集することになるのでまず最初にラスラスタタイズしててからやるる必要がありまます。すす。次にデーをを小さくするを見ていきますでこちらもメリットのところでも話しましたがラスタライズした場合データを小さくすることができます。 やり直しができるスマートオブジェクトを使った方が安心ではあるのですが、なるべくスマートオブジェクトを使って最後にラスタライズしてデータを小さくするという方法があります。では例えばサムネイルのサイズに合わせてスマートオブジェクトのまま編集してそのまま保存したもの。そしてもう一つスマートオブジェクトで編集してその後最後にラスタライズして保存したもののファイルの大きさを見ていこうと思います。 ではまず写真を入れていきたいので写真をクリックしてドラッグしてフォトショップに持ってきて離します。そして Enter を押します。そうすると背景の次に入れた写真なのでスマートオブジェクトとして入ります。ではスマートオブジェクトのまままずカメラローフィルターを使って編集していこうと思います。では写真のレイヤーをクリックして上のフィルターからカメラローフィルターをクリックします。 そして今回は分かりやすいように、録音量を下げたり、あとは色温度をブルー寄りにして編集していきます。そして OK をクリックします。そうするとスマートオブジェクトで編集したので、下にカメラローフィルターというふうに出てきて、まあ、こちらで目のマークをクリックしてビフォーとアフターを見ることができたり、あとはまたカメラローフィルターに戻りたいという時は、カメラローフィルターをダブルクリックすれば調整し直すことができます。 では、スマートオブジェクトでまず保存していきます。では、上のファイルから保存をクリックします。そして、名前をわかりやすいようにスマートオブジェクトにしていきます。そして、ファイルの種類がフォトショップになっているのを確認して、保存をクリックします。では、次に、途中までスマートオブジェクトで編集して、最後にラスタライズして保存していこうと思います。では、先ほどのものを使っていきたいので、このまま。 レイヤーをクリックして右クリックしますそしてレイヤーをラスタライズをクリックします、まあ、この時注意したいのは1回ラスタライズしてしまうとスマートオブジェクトのようにまたカメラローで調整し直すことはできないので注意してくださいではスマートオブジェクトで編集してラスタライズすることができましたではまたこちらは別名で保存していきたいのでファイルから今度は別名で保存をクリックしますそして今度はラスタライズ で保存していきまはこのまま保存をクリックしますそうすると2つ保存することができたのでそれぞれデータの大きさを見ていこうと思いますではまずスマートオブジェクトの方の PSD のデータの大きさを見ていきたいので右クリックしてプロパティをクリックしますそうするとこちらの場合は10.6メガバイトというふうになりますでは次に途中までスマートオブジェクトを使って最後にラスタライズして保存したものを見ていきます ではラスタライズ .psd のプロパティを見ていきます。そうするとこちらは2.55メガバイトというふうに5分の1ぐらいで保存することができました。まあ、このように最初にスマートオブジェクトで編集して、最後に保存する前にラスタライズに変えてから保存するという方法もありますが、まあ、注意したいのは一旦ラスタライズしてしまうとスマートオブジェクトのように戻ってやり直すことはできないのでそこだけ注意してください。 ですがなるべくサイズを小さくして保存したい場合はこのやり方がいいかなと思います次に印刷する時の結合について見ていきます印刷するときによくレイヤーをすべて結合する必要がありますがそちらも結合した結果ラスタライズされます例えばこのようにスマートオブジェクトの写真のレイヤーを3枚使っているのですがこのレイヤーすべてを一旦結合していこうと思います では、e、を押ししてて結合していきますそうするとレイヤーが一つにまとまって最終的にはスマートオブジェクトのマークが入っていないのでラスタライズされたというのがわかります。印刷するところでラスタライズされていた方がより正確に印刷されるので結合する前にスマートオブジェクトのレイヤーがあったとしてもこのようにラスタライズした1枚の写真にまとまります。 まあ、印刷するときに結合してラスタライズしなくてはいけないというところも多くあると思いますがもし後で直すかもしれないという時は結合してラスタライズする前に一旦コントロール Z またコマンド Z で戻ってスマートオブジェクトの写真がある状態で保存そしてその後にまた結合してから別の名前で保存というふうに分けておくと安心かなと思います。 はい今回はフォトショップのラスタライズについて見てきましたまあ、ラスタライズはスマートオブジェクトと反対で写真自体に編集ができるそしてデータが小さいというのが大きな特徴かなと思いますまあ、ラスタライズする場合そしてスマートオブジェクトにする場合とそれぞれ選ぶ必要があるので編集するときにぜひ参考にしてみてください で、このような photoshop の基本の動画はいくつかアップしていて、再生リストにまとめているので、気になる人はぜひそちらもチェックしてみてください。photoshop のラストライズについて分かったよー。という人はいいね。とチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。